ね、驚いたのがね、僕の国の言葉では人をバカにするという単語がないんだよっていう。ただまあ、日本人の癖っていうか、まあ、普通になんかあいつダメなやつでさみたいな話をするじゃないですか。こいつひどいよねとかっていうので、そしたらすごいキョトーンとしてて、えっと思ったら、人をバカにするっていうのをそもそもやったことがないのよ。人をバカにする単語がないから。まあ本当は多分あると思うんだけど、その彼が育ったその上流階級の中ではそういう単語を聞く機会もないし、話す機会もなかったと思う。バシューだ。バシュー。結構僕バシュー好きだったんだけど、だから人をバカにするっていう概念がないんだよね。だから基本的には人を疑わないし、言われたことはそのまま信じるっていう。んで、その、バシューと一緒に、まあ、ここだけの話、マリファナ吸ってたんですけど、すいません。アメリカでね、州によって合法だったんですけど、んで、違う、あれ、アルコール飲んでたんだ。ごめんごめん、忘れて。で、まあ、お酒を飲んでたんですよ。で、バシューは、アルコールを飲むのが初めてだったんですよ。で、そうすると、自分の意識が変容する機会っていうのが、全くなくて、で、俺はここに神が見えるよって話をずっとしてるんですよ。で、まあ、それはまあ、明らかに幻影なんだけど、でも、あ、バシューにとっては神が見えてたんだなっていうのが、なんだろうな、なんて言ったらいいんだろう。結局じゃあその悪口を言う言わないっていうのも文化の違いで、で、神様がいるいないっていうのもやっぱり文化の違いで、その自分が見たこともないものを見た時にそれは神の力だと思うか、それともこれは僕の知らない何かが見えてるんだと思って科学的に解明するかどうか。例えばさ、その初めてビックリマンシールの魔性ネロを見た時に、つってもこのネタわかる？ 魔性ネロって知ってます？ビックリマンシールで、ホログラムのやつで、あ、わかります？おっさんばっかりですね。角度を変えると絵が変わるっていうのがあるんだけど、そうそう、ホログラムのね。で、あれって初めて見た人にとってはものすごい驚きなんですよ。だって紙っていうのはどの角度から見ても同じものが見えるはずなのに、魔性ネロだけ見た角度によって絵が変わるんですよ。で、それをそういう紙があるんだなと思うか、そういう技術があるんだなと思うか、あ、これは神の力だって信じるかっていう判断力の問題なんですよ。で、僕、ただ日本に住んでたらいろんな技術があるよねって分かってるから、それはやっぱりそのホログラムっていう技術があるよねっていう、ある程度の知識があるから、じゃあこれはホログラムだって思っちゃうと思うんだけど、例えばその昔から奇跡って言われていることってあるじゃないですか。で、あれもその科学の知識があるから、これは奇跡じゃなくて科学的にこうやって説明できますよっていうのはあるんですよね。でもそれは科学の知識がなかった人たちにとってみたら、それは神として理解する方が早いんですよ。で、ちょっと前だとこれは UFO の仕業だみたいなとかね、これはプラズマの仕業だみたいな。そういう感じで、そのね、バシューが初めて見たものを神として判断するっていうのも確かにありだと思うんですよ。もう今のね、天狗の仕業じゃっていうのがよくある話ですけど。あ、そう、日食月食よく使われてますね。ちなみに日食と月食の時間っていうのはね、昔と今では違うらしいですね。月って今離れてるんですよ、だんだん。で、日食って太陽があって月が近いからもすごいでかくて、だから影が見えますよねって話なんですけど、昔って月がもっと近かったから太陽を隠してる時間が長かったんですよ。そうそうそう。今、だから何だって言われるとそうなんだけど、で、そうするとね、だんだん月が遠くなっていくと、最終的に月が太陽を隠せなくなると思うんですよ。要は、近いからこうでかいんだけど、だんだんこう行くと太陽の方がでかいから、そうすると、皆既日食っていうのが存在しなくなっちゃうんですよね。そんなわけで皆既日食っていうのは、今の時代じゃないと楽しめないので、7月に皆既日食があるんで、興味があったら皆さん見てください。皆既日食は多分もう数十年後しか見れないんだよね。何年後だっけ？
忘れちゃったんだけど、鹿児島とかに行けば見れるらしいですよ。鹿児島、種子島、沖縄は見れないのかな？奄美大島、西表も見れるかな？あと、上海とか。なので、7月に皆既日食、今日、そう、今年見れますと70年後、それ！ 1043、だから、皆既日食は見といた方がいいと思います。まあ、別にテレビで見てもいいしね。リアルで見るのとテレビで見るのってもうそんなに変わんないから。ただ現実として、太陽が隠れてるっていうのは確かに見えるんだけど、日中に皆既日食の場合って太陽がなくなるわけだから、日中に真っ暗になるんですよ。要は夜中と全く一緒な状態になるわけですよ、日中にね。で、それはその映像で見たものっていうので、頭の中でも昼に真っ暗になるんだよって言われたら、まあ理解はできるんだけど、やっぱりね、感覚として本当に周りが真っ暗になっててっていうのは、多分ね、体験しないと本当に実感はできない気がするんですよ。そんなわけで、ディズニーランドとかいつ行ってもあるようなものとか、そのどっかのライブとか、いつ行ってもやってるようなものじゃなくて、皆既日食とかの方が、人生かけて見る価値があると思うんで、お金払ってみんな見に行ってください。そういう意味でね、皆既日食はね、もうちょっと流行っていいと思うんですけどね。まあ、そんなわけで。